こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は4月の28日の火曜日です。今日衆議院の方で、予算委員会が始まりまして、補正予算の審議が、行われております。トップバッターは自民党の岸田政調会長でしたが、今日は非常にいい質問、また総理もいい答弁をしていただきました。結論言うと、岸田政調会長はですね、今、コロナで自粛をしている方々、経済的に大変な損害を受けていると、まあ、そこで緊急融資5年間無担保無利子でですね、5年間据え置きでお金を貸すということで息をついていただいているけれども、そもそも、この人件費やですね、それから家賃、地代、リース料、まあ、こういうですね、いわゆる固定費、売上があってもなかってもかかってくる、この負担というのはですね、大変大きなものがありですね、この後コロナが終わってからも返済不能になるんじゃないか、そういう心配してるんだと。だから一旦お金を貸すのはいいけれども、その後これはですね、固定費相当額は、返済を免除すると、まあ、そういう手当をですね、政府がすべきじゃないかと。でこのことを岸田さんはハイブリッド型の、支援と、まあ、要するに融資とそれから補助と、2つ合わせてやるということでおっしゃってました。非常にいい視点で質問していただきました。これに答えて総理もですね、全くその通りで、与党で、自民党でまとめていただいたらですね、政府でもしっかり検討していくと、まあ、こういう発言でありました。で間違いなくこの制度が出来上がると思いますし、我々党内で議論していきます。でもともとこれはですね、私が前々から言ってきた、固定費の補助の仕方、自粛に対するですね、保証の仕方のスキームであったんですけれども、いよいよこれが実現できるという方向が今日見えてきたわけです。で、実はこの元になったのはですね、ここに出てますけれども、私が4月22日、総理のところと、それから、政調会長のところにですね、持っていた、緊急対策支援の要望書、まあ、これが元になってるんですが、ぜひ皆さん方これ見ていただいて、なるほどこういうことになったのかということをご理解していただけたらと思います。とにかくコロナを収束で打ち勝って V 字回復するために全力で我々も頑張りますので、しっかり待っていてください。ありがとうございました。